いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？気になる相手を少しでも知りたいと思うのはごくごく自然な気持ち。相手の男性が自分に投げかけてくる質問次第で脈ありかどうかを判断できるかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性179名に聞いたアンケートを参考に、男性が気になる女の子だけにする質問をご紹介します。 1. 彼氏いるの？と彼氏の有無を確認する質問。彼氏持ちなら責めても意味ないし、10代男性というように女の子がフリーかどうかを確かめるのは積極的にアプローチすべきか否かを判断する重要なポイントのようです。まんざらでもない相手なら募集中ですと大胆に答えてもいいかもしれません。 2. お休みはいつ？と休日のスケジュールを探る質問。休みが合えば遊びに誘いやすいので、20代男性というように後々デートに誘う時のために休日を聞き出す人もいます。ただ休みの日を教えるだけでなく、どんな過ごし方をしているかまで伝えると話が弾むかもしれません。 3. どこに住んでいるの？と住所を尋ねる質問。デートの待ち合わせはどうしようとか妄想が広がる10代男性というように、交際に至った場合を想定するために住所を尋ねるパターンです。素性の知れない男性には軽々しく答えないのが賢明ですが、ある程度親しい仲なら前、近くを通ったなどと接点を発見しやすくなりそうです。 4. どんな人がタイプ？と好みの男性を知るための質問。自分が許容範囲内か判断したい20代男性というように、相手の好みに自分が当てはまるかどうかそれとなく探る人もいます。正直に答えるのもいいですが、あまりに理想が高いと相手が引いてしまう恐れがあるので、魅力がある人などと抽象的に表現するのもいいかもしれません。